こんにちは。こんにちは。どう始まるの？これは飯田チャンネルですよ、ね。これ飯田チャンネルだけど回してんのベベなんだよね。皆さんこんにちは、ベベです。ご存知かどうかわからないですが、飯田の友達です。みんな知ってます。俺が何回か宣伝したので知ってます。本当ですか？僕も YouTube をやってます。あわらろ2世というチャンネルで概要欄にね。概要欄にもちろん貼ってます。僕のここにも飯田さんが出てるので、ぜひ来てください皆さん。この脂質と糖質の塊に行くってマジですか？これ。ゴディバいいんですか飯田さん。別に僕はいいんですけど、今私ね減量中なんであんまり良くはないんですけどもうてか絶対ダメですよね。絶対ダメですけどじゃあ飯田さん、結構厳格な雰囲気ですけどそうだよねもう甘いもんが飲めない人がねなってますけれども、大丈夫ですか？脂質と糖質なんだよ。いや、ポテチといい勝負ですよ。ポテチといい勝負。スーパーのポテチとどっちが？あれは悪魔の食べ物だから。あれは悪魔。これは？これはね。行きましょう。行きますか。はい、じゃあ行きましょう。ああでも飯田これ逆の方がいいわ。そう。俺でかいもん。いやでかい方がいいじゃん。いやいやいや俺出しゃばりたくない。画面にねおけるイケメンの面積上げときたいじゃん。出しゃばりたくない本当に。マジで飯田チャンネルだから。飯田チャンネルだけどよ。こっちの方が飯田の方がちょっと距離近い。ちょっと待って。これぐらいで行った方がいい。顔が普通でいけね。これぐらいでいけね。こうしていけばいい。はい。そうね。じゃあ買ってまいりました。いやもう早く飲みたい。そうね。冷たいうちに。うわ美味しそうやな。いただきます。いただきます。うまい。これね、本当に美味しいわ。これ 85%、72% です。ちょっとこっちの方が甘い。甘い。待って待って。糖質制限中なのに、こんなもうね、この地球上の食べ物の中で一番甘いぐらい甘いよ。うん。やばいね。飯田ね、もうダメだね。あと3日ぐらいね、糖質食べれないね。うん、3日分の糖質脂質全部詰まってる。このじゃあもう明日からは何ですか？鶏胸肉と卵ですねはい、まあ、実はこれ取ってる間にもね鶏胸肉と卵を河合本郷ね402にあるんですけどね。うん、一回抜け出してきたみたいな感じ。じゃあこれ取り合ったらまた戻るんだ。8時までいるんで、また撮りたくなったら来てください。俺もう一回来ること可能なの？今日はね、ぐだぐだ喋っていこうということで、せっかくのゲストが来たから。はい、こんにちは、ベベです。チャンネル登録よろしくお願いします。あ、優しいあ、これさっきやったか。うん、うん、まあ何話そうかなと思ったんですけど、はい、まあベベのチャンネルでベベの恋愛遍歴話したんですけど、俺話そうと思ったら3秒ぐらいで終わっちゃうんで最初こう、どんな感じで出会ったかみたいな感じで話していこうかなと思います。飯田さんのチャンネルなんで、はい、話進めちゃってください。話進めちゃって、はい、じゃあ話していくから全部おもんなで突っ込むみたいな。あ、じゃあ僕全部おもんなって言わなきゃいけないですか？厳しくないですか？でやっぱお互いさ、東大受験みたいなチャンネルに入ってるから調べていったらいて、あ、なんか面白い人いるなと思ってコラボしてくださいってコメント打ったらね、見事にスルーされちゃってようやくその悲願のコラボが達成しましたよ。まあでも別にいつか全然コラボしたいなと思ってたんだけど、それこそ俺結構 MV とか出してるじゃん。あー、 MV に飯田ちょっと一周映ってたりしてもいいんじゃないとか。それだったら26000回も俺のねえ売名ができたのに、今26000ぐらいだからね。歌歌えるっていいな。確かに音楽系はね、何回も見てくれるからね、視聴回数は伸びやすいよ。米津玄師なんてあれ月で3本しか動画出さないでランキング載ってますからね、再生回数あいつ YouTuber じゃないけどねでも YouTuber だよもう。でもレモン6億回とかだもんね、再生回数6億回。うん、かなわねえ、日本人しかやってないのに。戦おうとすな米津と、勝ち目ないのよ。あれは倒したいよ最低ランクみたいにしないでよそのあいつには勝ちたいみたいなレベルで出す相手じゃないの。ヒカキン様とかさ、東海オンエア様とかさ、あれはもうしょうがねえよ。いやいや、それよりもすごいのよ米津は。マジか。6億だもん億だよ、そもそも億か。1億でももう意味わかんないのよ。6億か。でもやっぱ YouTube 俺始めるべきだと思うよ本当に。いや、やめて、もうこれ以上人増やしたら敵が増えちゃうからいや、なんかもう敵っていうか、でもやっぱ YouTuber が増えた方が YouTube はこれから盛り上がるじゃん。盛り上がるね。そうそうそう、確かに。なんか SNS みたいな感じで、Twitter、インスタみたいな感じで、俺 YouTube 全然、だって正直鍵がかけれないっていうことだけだから、デメリットは。でもこれからの社会ね、多分もうね、それこそさ、個人情報がとかあるじゃん、でもね関係ないよ。だってそうクラスの友達が名簿を誰かに売ったらもうそれで全部バレるじゃん、で別にそれってリスク等しいから。でそれ有名じゃあ、例えば俺が YouTube 始めるのと、どっかにスカウトされて芸能人デビューするのとね、その絶対売れるさ、例えば乃木坂みたいな、嵐みたいな、そういうのに俺がスカウトされたと。でそれとデビューするのと YouTube 始めるの本質的には違わなくないっていう。だから俺は嵐だそうなんだよ。だから突っ込んでくれよいやせめておもんないで返してよ。いやせめて、でも俺はそう思う。なんか例えばじゃあそれで俺が嵐になるって言って止めるやつなんて一人もいないのに、なんで YouTube 始めるって言って止めるやつは YouTube なんかやめとけよみたいな言うやつがいるのかなっていうのは俺は。いたんだ。いやてかやめとけよっていうか、YouTuber みたいな、そう嫌な目線向けられるとかは意味がわからない。そこに関してはなんか、なるほどね。そうそう、だってリスクは等しいし別に。だって有名人ってみんな家バレてんじゃんだけど困んないのは、それは今の時代はパスワードとかさ、生体認証とかあるわけで、別にそんなのさ、本当に仲いい人間がさ裏切ったらさ終わりだよ。誰だって手に入るわけでさ、別にリスクなんて変わんないべ。だから俺 YouTube はね、みんな面白いし、みんな、俺も友達の YouTube 見たいし。確かにそれはあるね。面白いと思わない？みんなが YouTube やっててさ、今日は誰々のチャンネルにこんな動画上がってるみたいな。だから本当にインスタとか Twitter みたいな感じになると思うんだよ俺は。もう長い版みたいな。そうそう、でそのこいつのこれめっちゃ面白いなとかさ、そういう風になってくればいい。まあもちろん向き不向きはあるから、全然いろんな形があってもいいと思うけど。じゃあ新しいフォーマットで我々で作って金でも稼ぐか実を言いますとね、私彼のチャンネルのめちゃくちゃ古参なんですよ。確かにリーダーはあれだもんね、俺の古参だもん。そうそうそう、古参、ガチ古参、ガチ古参。多分ね、動画にコメントしたの俺が一番最初なんじゃないかな。タイムテーブルあれの次にコメントしたと思う。マジで？じゃあもう本物じゃん。マジで一人目じゃん。ガチの一人目。すごいな。彼のチャンネルがでかくなればでかくなるほど、俺がねこのできるプチ自慢が増えてくるいらねえ自慢だな、いらねえ自慢すぎるわ。だからみんな登録しといて自分で有名になること諦めんだ俺を使うな。小判ザメ商法。小判ザメ商法な。ついてるな、でっかいサメの下にこういるいる。いや甘っ。うまいもん、もうすぐ消えるな。いや本当にわかる。怖いなこれ。甘い。俺でも1週間分ぐらい取った気がする、甘いもの俺の1週間の甘い全部詰め込んだわここに。街歩いてる人なんであんな細いのか理解ができない。細い、細いというと、いやなんかラーメンとか食べたりこういう甘いもん食ってるのに体型を維持できてると。まあ飯田は普段ストイックにね、気抜くとすぐブヨブヨになるんで。でもね俺もね太んないんですよ。体質でどんだけ食べても絶対太んないです。羨ましい。ちょっと胃つなげない？こっちで食ったの全部そっちに流すみたいな。なんか食べ過ぎると普通にお腹壊す。あ、なるほどね。そうで、おお強風すぎ。食べ過ぎると普通にお腹壊して、吸収して脂肪にはならないっていう。なるほど、いいな。もうちょっと食い過ぎた時激辛でも食おうかな。激辛今からこれ唐辛子食えばチャラになるかな。ならないよ理論やば。今日から河合始まったんだよね。ああ始まった始まった。大丈夫ですか？下してそのままね。学生がたくさんいる、売名しようかな。布教したいな。 JK いっぱいいるよ。リーダー JK 集団がいっぱいいるけど、そう後ろ姿ならね顔ないから大丈夫リーダーはちょっと待って、俺の方が映ってるって。あ、バレた。今地味にそうしといた。いや本当に画面の中の割合を増やしたいんだ。俺の中の動画みたいになっちゃうよ。俺の動画みたいになっちゃうから。飯田はその女性ファンは多分 2% ぐらい